今日の「釣りすきやねん」またちょっとそんなつもりしてるのもおっさんだけやと思<え>ったんですけど <laughs> <laughs> はいえっ、ー、と今日はえっ、ー、となんでこういう感じでまたこうやるかというと釣りすきはねちょっと1か月以上、まあ、活動ちょっと自粛というところで、はい、前動画を上げさせてもらって 今ちょっと総集編的なところを何本か挙げさせてもらいました、はい、現状ねこの1か月ぐらいでコロナウイルス関係でいくとまあ減ってはきているとまあね僕らはこうやっぱ釣り行かないとなかなかこう動画っていうのは作れなかったりするんでまあその最新のね注意を払いながら極力その密を避けたりとか。 あと、まあ、公共の乗り物に乗ってどっか遠くに行くとか、まあ、できるだけ、まあ、可能な限りなくしながら、まあ、釣り動画の方を、えー、再開していこうかなと今考えております、まあ、あんりちゃんの方は、えー、とちょっとまだ自粛はしといてもらおうかなと。とはいえねあのこう再開しますって言って今まで通りもう。 ねバー週に何回も行ったりとかいう形ではちょっとなかなか難しいと思うんですけど、まあ、基本的にはみんなのこう体調とかあのもちろんちゃんともしなんか釣りを行くって言っても検温したりとか、まあ、あの熱ないかとか咳してないかとか一応ちゃんと万全の体制、まあ、取れる範囲の中で万全の体制を僕らなりにとってもちろんあの。 手の消毒とかも結構万全にやりながらもちろんそれもそのボトルもね船に置いて、まあ、フィルマー号で釣り好きメンバーが乗ったりとか、まあ本当知ってる人がゲストで来て、まあ、そんなにねもうぎゅうぎゅうに船に詰め込んでいくっていうのはしないけどまあ少人数で出航できるぐらいの釣りをまあやっていけたらいいかなと思っています。まあ、もちろんこういう状況といいうのは刻々々と変わっていくんで まあ臨機応変に当然ちょっと釣りはやめといた方がいいんじゃないかっていう状況になったらもちろん釣りも自粛しながら細々ととね再開していけたらまあちょっとねこれはね結構釣り好きメンバーともいろいろね話し合って本当素人のね釣りでキャーキャーキャキャもうまあ釣りしてるところ今ちょっとね家でこう自粛して家庭でちょっとこう笑ってもらえたらなっていう動画がね こう提供できたらまあ一番本来これをねやるべきところでもあると思うんでできることであればまあ再開していこうということになったんで無理はせず無理せずねうんやっていけたらと思うんでえっ、ー、とまた釣り好きやねん、えー、再開した釣り動画まあぜひあの皆さん楽しみに見てくださいよろしくお願いしよろしくお願いします、まあ、はいありがとうございましたありがとうございました、うん